まあ、ヤマハはヤマハらしい、戦いができましたね。セットプレーで圧力をかけて、まあ、プレッシャーのあるディフェンスで、まあ、ターンオーバーするっていう、まあ、非常にヤマハらしいヤマハスタイルな、試合でした。まあ、おっしゃると今日伊藤と西村が、まあ、メンバーに入りましたけど、その後ろにはですね、田村、山村、まあ、ピンピンしてまして、まあ、彼らをまあ、のメンバーに追いやったっていう、この自信っていうのは、もう本当、何よりも彼らにとってね、何よりもこう力になる事実だと思います。まあ、本当に成長し若い選手の成長がチームの底上げになったということは言うまでもないと思います。いやもうエナジーでしょ。はい、まあ、彼らに勝ったね、エネルギーがもうヤマハをもうヤマハの持ってる力をこう2倍3倍にもしてくれるはずですよね。